やばいね、しっちゃん。え？ 39.6 度。 39.6 度で、そんなある？やばいね。冷えピタ持ってきて。冷えピタ。冷えピタじゃもう効かないよ。効かないの？うん。チロのペロペロは？薬を飲まなきゃ。やった。薬が残っちゃう。こうやってまず薬ここに入れちゃう。それでこれジャーってするじゃん。そして混ぜてこれでスプーンを奥の方にやってゴッコンってすれば大丈夫じゃん。はい、いいよ。リミさっき試しに飲んだら飲めた。これ何？何味？いちご味のお薬飲めたね。飲めるよ。飲めない。玉なんて飲めない。リミね、お水で飲んだら飲みたい。飲めた。水で飲めたの？うん。ねえねえ、水もつけてた。お水もね。お水が漏れたね。漏れない。お前か。ほらほら、ね、インフルかもよ。インフルエンザ予防する？あいつもいい匂い。あ、匂いはいいんだ。リミ、試しに飲んでみようか。でも、試しに飲むもんじゃない。頑張れ、しーちゃん。バナナに入れてみる？バナナ。バナナの中に？そうそうそう、パパね、ちっちゃい時バナナに入れてた。バナナごとこっくりしたの？うん、そうそうそう。で、これ食べたらすぐに水で直せばいいか。うん。まだつまんない。え、詰まったらどうする？詰まんないよ、ゼリーだから。たまなんて無理ですね。あ、半分こするじゃん。半分こする。4分の1にしたらいいよ。半分こする？ね。なんでこっち見た？泣いてる。風、狙うち、バキュー。ちょっと。飲んでみたい。飲んでみたい。飲みたい。めっちゃちっちゃくしたから。すごい。わ。薬飲めたね。飲めた？え？残っちゃった。もう一回。お薬を。入れて、それで飲む。いけた。噛んで、もっと細かくしてのほっとっちゃう。苦いんじゃね、噛んで。ちょっとやめてよ。なんか顔に当たったんだけど。バナナ、バナナ。これを見て、フリー入れと。この中、このバナナの中のどれかに薬が入ってます。この、はい、じゃ分解しちゃダメなの。分解しちゃ入ってるやん。入ってるやん。バナナでも苦くないでしょ。これいけるでしょ。いけた。ほら、バナナいけるんだよ、薬。いけた。最強でしょ。入ってない。入ってます。めっちゃダメ。入ってない。これ入ってない。こういうのがいいなって。ちなみに入ってないのは1個だけです。ええ。多分さっきのどっちか入ってた。入ってない、これも。全部入ってるよ。バナナだとね、薬がよく分かんなくなっちゃう。入ってた。で、見たら分かっちゃう。見なかったら多分分かんないまま食べれる。本当だ。はい、今日のおやつはバナナよ。ママ、お薬は？お、いけた、バナナ。え、もう食べちゃうでしょ。誰？成功？うん、バナナ作戦、うん、それも入ってる。本当だ、コリコリ言ってる。でも分かんないでしょ、うん。言えば、バナナ。
しかった。ごちそうさまでした。寒いね。ね。おやすみ。大丈夫？はい、じゃあね、病院から行きましょう。今回はあのかかりつけの小児科さん、いつも行ってるね、先生とこちょっと見てもらおうか、ね、大丈夫？辛いね、うん、もうちょっとね、まずなんか全然動かなくなっちゃった、病院、ね、順番がね、ね、ちょっと待とう、うん、また熱上がってきたかな、どう、ちょっと上がってる気がする、だるい、だるい、うん、やだやだ、閉じていい、学校に行きたい、運命の日だね、うん、きっと大丈夫だよ、大丈夫だよ、じゃあ行こっか、はい、今日はね、3回目の病院です。しほちゃんもね、今日で学校5日目だね、休み、もう月か金までお休みすることになっちゃいました。大丈夫、うん、とりあえず行こっかね、今日最後になるといいな。うん。ね、行きましょう。大体週末3つは出ないと思いますので、おとなしくしてて、はい、大丈夫だと思います。もし週末1回でも熱が出るようだったら、もう赤血球とかが減ってきてないかどうか見させてもらいますので。入れてくれたんです。でもちろんあの、ね、本人とそのママさんからも入れたよってちゃんと聞いて、あの、ね、危ないものじゃないってことをちゃんと確認してこんな感じでね、元気になるお菓子ってねくれたんだよね。しほちゃんちゃんとそれ食べれて、元気になりましたね。おせんべいの、おせんべい元気になりました。
心配してくれて応援してくれたおかげだね。ありがとうございます。何だろう。